12球最後の球、総御球を目前にして俊は聖夜に自分を置いてまっすぐ教皇の間を目指すよう伝える。総御球を預かるセイント、その美しさは88のセイントの中でも随一といわれる天と地の狭間に輝きを誇る美の戦士、ウオザ・ピスケスのアフロディーテ。彼こそ俊をセイントに育てた恩師を倒した男だった。ちょっと通らせてもらうぜ、アバよ、ピスケスのゴールドセイント。聖夜の邪魔はさせないよ。あなたの相手は僕だ。ケフェウスのアルビオレ先生の仇を取らせてもらう。なるほど、美しい師弟愛というところか。だが仇討ちどころか返り討ちになるのが敵の山だ。アフロディーテ、どうしてあなたは僕の先生を。君の死はどうやらサンクチュアリに疑惑を持つ者らしく、教皇の召集にさえ長い年月一度も応じなかった。よって教皇から勅命を受けた私が彼を成敗したわけさ。君はさっき仇を討つと言ったが、この程度の実力では犬死にするだけだぞ。何を。あなたが先生に詫びるまで僕は戦い続ける。先生、あなたを殺したピスケスのアフロディーテは先生に教わった全てをぶつけて僕が倒します。今こそ僕の本当の力を見せてやる。さあ、君も死のもとへ行きたまえ。先生の仇を討つために僕は負けられない。君ごときの技、このアフロディーテが粉砕してくれる。ファイト、ロイヤル、デモンドロイヤル。一つ教えてやろう、あのペガサ。やるじゃん。途中で生き返るだ。バラの葬列に送られた。ロイヤル、デモンドロイヤル。この先が、高校のままではデモンローズという猛毒のバラで手付けされた。ペガサスはおそらく10歩と進まぬうちに。こうしちゃいられない。聖夜のところへ行かなければ。さあ、やるじゃんすか。あのバラの効果の虜となり、ペガサスの後を追いかけない。デモンローズはその花粉を吸っただけで五感を失っていた。苦しむことなく同心に生きて死ぬことができるという。おとなしく目を閉じている。これ以上死の恐怖を味わわずに済むのになぜ立ち上がる。ウィナー、誰も傷つけたくないの。本当の力を出してしまった。すでにロイヤルデモンローズを受けている者は放っておいても間もなく死が訪れるのだが、どうやらその時までじっとしてはいられんようだ。よかろう、ならば即座に死をくれてやろう。受けろ、黒バラの恐怖を、ダニアンローズ。終わりだ、アンドロメダ。ピラニアンローズに食い尽くされ、二つの鎖もクロスも失った君にはもはや何もできまい。本当は生身の剣は使いたくない。だけど僕の命もあと数分で終わるだろう。そしたら先生の仇は打てなくなる。今こそ受けろ、アフロディーテ、このアンドロメダ旬の真の力を。なんだこれは。私の周りの空気の流れが渦となってストリームを巻き起こしている。そう、このネビュラストリームは僕次第で限りなく激しくなる。そして最後にはとてつもないパワーに変化するのだ。バカな、アンドロメダが
こんな強大なコスモを秘めていたと。アフロディーテ、もはや僕の思い一つであなたの生死が決まる。だがもしあなたが聖夜を助けてくれるなら、アテナのセイントとして心を改め先生の霊に詫びてくれるなら。甘いぞアンドロメダ、この程度で私に勝ったつもりなのか。今こそ本当の僕の力を見せてやる。この勝利美しく制してみせよう。ファイト。していることを知らないのか。幼き日のアテナを殺害しようとしたサンクチュアリの反逆者であることを知っている。私は過去の暴行の行いを知った上で忠誠を誓っているのだ。力こそ正義だ。偉大な力を持った教皇こそサンクチュアリを治めるにふさわしい。幼き赤子のアテナに何ができたというのだ。それなり靴はどこか間違っている。弱い人間はどうなる。やるじゃん。白バラを明るくして力のあるものに従えというのか。その通り。高校がいたからこそ大地の平和が今まで守られてきた。高校がいなければ大地は今頃補修の邪悪を支配する。エデュラストリーム。パーフェクト。ウィナー。兄さん、僕最後まで男らしく戦ったよ。本当の力を出してしまった。まだこれだけの悪あがきをするとは。君にはもはやこの白バラブラッディ・ローズを撃つ以外あるまい。私の手から離れた瞬間に君の心臓に突き刺さる。何者であろうとかわすことはできない。そしてこの白バラが君の血を全て吸い尽くし真紅に変わった時、君は死ぬ。やめろ、やめるんだアフロディーテ。ストリームはコスモを高めれば無限に変化すると言ったはずだ。ストリームがストームに変わるのだ。そうすれば今度こそあなたは確実に死ぬ。やってみたまえ。私が死ぬのが先か、君がこの白バラに射抜かれ死ぬのが先か。受けろブラッディーローズ。爆発しろネビュラよ。見事だアンドロメダ。だが間もなく君もブラッディ・ローズにその命を奪い尽くされ滅びる。兄さん、僕は約束通り最後まで男らしく戦ったよ。先生の仇も取った。これで少しでも平和に近づいたかな。